はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹原直樹です。今日は中学受験算数基礎講座ね。今日からね、比例と反比例、ちょっとしばらく前にね、比例じっくりやったんですけれども、今回はね、比例をさっとやって反比例を中心にやっていきます。今日は比例の基本的なことのおさらいです。さあ、じゃあ、早速やってみましょう。X と Y とがあってね、変わる量が2つあって、一方が2倍3倍になると、もう一方も2倍3倍になっていく、同じように2倍3倍に動いていくっていうのを比例と言いました ね。さあ、具体的にはどういうのがあったかっていうと、まずこういうもの、縦が6センチ、横が X センチの長方形の面積を Y 平方センチメートルとする。図に書くとこんな感じです。縦が6センチです。さあ、横がどんどん変わっていきます。横が1かもしれない、2かもしれない、3かもしれない。その時の6に X かけたら Y になるというのを比例というわけです、これね。さあ、じゃあちょっとね、表を埋めなさい、 Y を X の式で表しなさい、ちょっとやってみます。さあ、縦が6センチ、横が1センチだったらね、面積 何平方センチメートルでしょう。そうね、縦かける横ですから、6かける1が6が、面積ですね。さあ、じゃあ今度2センチに変わったらどうですかね。縦かける横、縦かける横で横が2センチ、6かける2が12ですね。さあ、縦が3センチに変わっていったらどうでしょう。そう、6かける3の18、縦が4センチ伸びてきたら、そう、6かける4の24、5センチだったら、そう、6×5 の36だったら、そう、6×6 の36です。これが表を埋めるという作業。じゃあこの Y を X の式にするにはどうしたらいいかっていうとね、 X にね、 6×X したらこれ Y になるんだよ ね。だからこういう時にはね、 Y は 6×X という関係ですっていうふうに答えるわけです。縦が決まっているとき、横と面積は比例です。さあ、じゃあ2番目。1メートルあたり15グラムの針金があって、それを X メートルの重さを Y グラムとする。さあ、1メートルで15グラム。ね。さあ、じゃあ、1メートルだったら、針金何グラムか。ね。まあ、1かける15ですよね。1かける15の Y。あ、すいません。15ね。1×15 は15です。さあ、 2m だったら 2×15 の15、30です。すいません、3m だったら、そう、 3m×15 の 45g だ ね。さあ、 4m だったら、そう、 4×15 の 60g。 5m だったら 5×15 の 75m。6メートルだったら 6×15 の90メートルです。ね。で、これ X が2倍になったら Y も2倍になってますね。X が3倍になったら Y も3倍になっています。比例の関係です。さあ、じゃあ2番。Y を X の式で表しなさい。ね。さあ、1×15 が15、2×15 が30、3×15 が45、4×15 が60ですから。X に15をかけたら Y ですよね。だから Y は、ね、X×15、ね。模範解答的にやるとね、Y は 15×X ってやるんですよね。ね。どちらでもいいですよ。3番。哲夫君は分速65mの速さで歩きます。X 分歩いた時の道の量を Y m とする。ね。さあ、哲夫君、分速65m、65m 毎分で歩く。ね、で、そして、1分間 X 分間歩いた時の道のりを Y メートルとする。さあ、1分歩いたら何メートルですか。そう、65×1分の65メートル進みます。さあ、2分だったら、そうです、65×2 です、130メートル進みます。さあ、3分だったら、65×3分の195メートル。さあ、4分は260メートル。さあ、5分だったら
325m。さあ6分だったら390m です。さあじゃあ2番、 y を x の式に表しなさい。 65×1 が 65、 65×2 が 130、 65×3 が 195。 つまり 65×x をすると ym が出ますから、 y は 65×x というふうに答えるね、これね。さあ4番、円の直径を x センチ、円周を y センチとします。さあ、円があって、直径を x センチとしたとき、円の周りの長さが y センチとします。さあ、直径が1。ね、さあ、直径 ×3.14 ですから、ね、直径か 1×3.14。周りの長さ 3.14 センチですね。さあ直径が2センチに変わります。 2×3.14 は 6.28 です。3、直径が3の時は 3×3.14 9.42 センチ。さあ4センチの時は、そう、 4×3.14 12.56 です。さあ直径が5センチに変わると、さあな、周りの長さ何センチでしょう。 15.7 センチ。さあ6センチの時には 6×3.14 18.84、ね、センチです。さあじゃあ y を x の式で埋めなさい。さあ直径に 3.14 かけたら 3.14、 2×3.14 が 6.24、 3×3.14 が 9.42、 4×3.14 が 12.56 ですから、直径 x×3.14 が y ですよね、これね。ですから y は x×3.14 で、比例等の公式的にやるとね、 y は 3.14×x、 こっちを前に出すと、まあそのまあその公式覚えてるなって感じになりますかね。さあこれが比例の基本的な問題です。さあ明日からは、反比例に行きます、ね、反比例じっくりやりましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。